ラリッサ・マーベル・リケル・メフルートスは、パラグアイのモデル、女優。パラグアイのサッカー選手ジョナサン・ファブロと結婚した。2010フィ f ファワールドカップの際、美人すぎるサポーターとして、世界中でその名前と美貌が知られることとなった。パラグアイ代表とセロポルテーニョのサポーターであった。彼女は、同国代表の試合の度に、シュト・アスンシオンのパブリックビューイング前で、応援していたが、 対イタリア代表戦の際に自身の豊満な胸の谷間にノキア社製の携帯電話を差し込んで応援している姿や別の試合では男性用化粧品ブランドアックスの文字をチブサの露出部分に書いた姿が報道されたことによりその知名度が一気に上昇することとなったインターネット上での彼女の名前の検索件数も爆発的に増えスペイン最大手のスポーツ新聞 マルカはリケルメをワールドカップの恋人と称し世界的に最も名の知れたサポーターとなった7月3日に行われたスペイン代表との準々決勝の直前にパラグアイ代表が優勝したら裸で街中を走ると公約し大きな話題となった結局パラグアイ代表は敗れたものの国中を歓喜に沸かせてくれたから選手たちに ヌードのプレゼントを贈るとして、パラグアイし、ジアリオポピュラーにセミヌード写真が掲載されることとなった。同年10月11日には、国内外を問わず結婚相手を募集することを、大韓民国の結婚仲介会社を通じて発表し、世界中から1592人もの応募が殺到した。応募した男性の年齢は、上は47歳から、下は18歳までで、 教師や警察官、軍人のほか、大企業の社員や芸能人の応募者もいるという、ありがとうございます。